こんにちは、みゆにわチャンネルのみゆきです。今年の冬暖かくないですか？ガーデニング作業で体を動かしていると暑くなるくらいなんですよね。私は関東に住んでいるんですが、なんとまだバラが咲いています。葉っぱもまだ落ちていなくて、いつ休眠するのという感じです。本当だったら1月はもうバラの誘引や剪定などの作業をガンガン進めている時期です。でも今年はまだバラが咲いているけど、どうしたらいいのっていう質問をたくさんいただいてます。そこでこの動画では、暖冬のバラ誘引や剪定はどうするというテーマでお送りします。ガーデナーさんによって考えが違う部分もあるかと思います。正解は一つではないので、私の考えをこの動画でお伝えできたらと思います。暖冬によってバラにどんな影響が出るかの予想もお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。みゆにわチャンネルでは、ズボラくらいがちょうどいいをテーマに、簡単にできるガーデニング情報をご紹介しています。興味がある方は、最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録をよろしくお願いします。まず今のバラの様子についてお話をしていきます。私が住んでいるのは関東です。冬の間は晴れている日がほとんどで、数回雪が降るか降らないかくらいのエリアです。例年ですと12月上旬くらいに霜が降りて、バラの葉は自然と落葉します。でも今シーズンはずっと暖かい日が続いていて、霜が降りたのはなんと12月の後半でした。年末年始はガーデニング作業をしていると汗ばむくらいのポカポカ陽気で、すごい驚いたんですよね。そんな暖冬なので、バラは未だに花が咲いています。落葉も進んでいなくて、普通に緑色の葉がしっかりついてるんですよね。ちなみにバラは気温が下がると休眠します。一般的に最低気温が4度以下になると休眠の準備に入り、最高気温が7度以下になると休眠すると言われています。この冬は最低気温は4度以下になっていますが、最高気温が10度以上ある日が続いています。だからバラは休眠しかけているけど、完全には休眠していない状況になっているかと思われます。1月になってまだバラの花が咲いている、葉っぱが落ちていないというのは、完全に休眠しきっていないサインで間違いなさそうです。体感で暖かいとは感じていましたが、バラの様子を見てもこの冬は暖かいということがわかります。バラがまだ咲いているし、気温は暖かいし最高、何がそんなに問題なのと思う方もいるかもしれませんよね。暖冬の何が問題なのかについて話していきます。まず大前提として知っておいてほしいのが、バラは休眠することで株元に栄養を蓄えるんですね。この栄養が春に花をたくさん咲かせるためにとても重要になります。2月下旬くらいになると、株元に蓄えていた栄養が枝先に動いていって、再び成長をしていきます。ちなみにバラが休眠しないとどうなるか考えられることは、バラの花が咲かない、もしくは花つきが悪くなるということです。一期咲きのバラやオールドローズは一定期間低温に当たる、つまり休眠しないと花を咲かせません。一方で四季咲き性のバラは、温度が高ければ花を咲かせ続けることはできます。花屋さんで一年中バラの花を買うことができるのは、温度管理されて花を咲かせているためですね。しかしお庭にある四季咲き性のバラを休眠させないで咲かせていると、その分栄養を貯めておくことができないので、花数が減ったり、数年で樹勢が衰えて枯れたりする恐れがあります。もしバラがまだ咲いている場合には、1月中には強制的に休眠させるのがおすすめです。咲いているバラの花やつぼみを切る、葉をむしるという方法でバラを強制的に休眠させることができます。暖冬といってもバラの誘引や剪定は遅くとも2月中旬くらいには終わらせておくのが安心です。2月下旬になると、株元に蓄えられていた栄養分が枝先に運ばれてきて成長が始まるんですね。いくら暖冬とは言っても、ずっと暖かいわけではないと思いますので、通常通り誘引や剪定は行っておくのが安心です。ここからは暖冬で考えられるバラへの影響についてお話をしていきます。暖冬で考えられる影響は3つあります。1つ目、芽が動いてしまい新芽が傷むということ。2つ目、花数が落ちるということ。3つ目、病害虫の被害が増えるということです。
対策についてもお話ししていきますので、最後までぜひご覧ください。暖冬の影響で起こりうることの一つ目はバラの芽が動いてしまうことです。実際例年に比べると1月の段階で芽が少し膨らんでいるのがわかります。インスタグラムの方でも今のバラの状況はどうですかと聞いてみたところ、たくさんの方が芽が動いてしまっていると言っていました。じゃあ芽が動くと何が問題なのというと、急に寒波が来た時に傷んでしまうからなんですね。新芽は柔らかくて、例えるなら赤ちゃんのような状態です。それから暖冬の時はドカ雪が降りやすいっていうのは聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。暖冬だと海面水温が上がる、つまり空気中の水分が多くなって、急に寒気が入ってきた時に雪雲が発生しやすくなるんです。だから暖冬の時はドカ雪が降りやすくなってしまうんですね。バラの話に戻ると、赤ちゃんのような柔らかい芽が出ている状態で一気に気温が下がったらどうなるでしょう。もうわかりますよね。芽が傷んでしまって成長に影響が出る恐れがあります。とは言っても芽が出てしまうのはどうにも防げないことなので、もう気温が下がって休眠してくれることを祈るしかないかなと思います。もし天気予報で最強寒波が来るとか大雪が降るなどと言っていたら、鉢植えのバラや地植えの小さいバラの場合は不織布で覆って麻紐で縛っておくと安心です。暖冬の影響で起こりうることの2つ目は花数が落ちるということです。休眠しないとどうなるかというところでもお話ししましたが、一期咲きのつるバラやオールドローズは寒さに当たらないと花芽が形成されません。四季咲き性のバラに関しては冬まで花を咲かせていた場合、体力が落ちて春の花数が落ちることが考えられます。バラが花をたくさん咲かせるのに休眠中に栄養分を蓄えるのはすごく重要なんですね。じゃあ花数を維持するためにどうしたらいいかというと、2つ対策が考えられます。1つ目は花を切り葉をむしって強制的に休眠させる方法です。休眠することで栄養分を株元に蓄えてもらいます。2つ目は寒肥を与える方法です。寒肥は漢字の通り冬の寒い時期に与える肥料のことです。寒肥は暖冬に限らず毎年あげていいものです。ただ今年は暖冬の影響で休眠が遅れているので、もし今までやったことがないという方はぜひ寒肥を与えてみてください。寒肥はじんわり効く有機肥料を与えるのがポイントです。なぜかというと冬はほとんど肥料を吸収しないので、速効性のある肥料を与えると肥料焼けを起こして最悪枯れてしまうんですね。寒肥はお弁当を持たせておくイメージです。冬の間に肥料が土の中で分解されてじんわりと効果を発揮して春の芽吹きの助けをしてくれます。寒肥のやり方はバラの周りに穴を掘ってその穴の中に肥料を入れていくだけです。もし穴が掘れない場所の場合は土の上に有機肥料をまいてよく混ぜておくだけでも大丈夫です。詳しい寒肥のやり方を書いた記事を概要欄に貼りましたので、ぜひそちらもご覧ください。暖冬の影響で起こりうることの3つ目は病害虫の被害が増えるということです。今年はガーデニング作業をしていて葉をめくったりすると蛾とかカメムシなどが出てくるなんてことが私はよくあります。皆さんはどうでしょうか。暖冬の影響で病害虫も冬越しして生き残ってしまうということが考えられます。本格的なガーデニングシーズンが始まったら虫だらけになるのかもって考えると今から恐ろしいです。もしそうなった場合、病害虫対策を例年以上に強化する必要がありますよね。2月下旬くらいまでに落ち葉は全部取っておくのがおすすめです。なぜ落ち葉を取るかというと、落ち葉に病害虫が残っている場合があるからです。春に病害虫を持ち込まないためにも落ち葉は取るのがおすすめです。
それから3月あたりにバラの芽が出始めたら消毒も開始です。最初の消毒は新芽、枝の他にバラの株元の周りの土にも行っておくと効果が出やすいです。ぜひやってみてください。今回は暖冬のバラについてお送りしました。1月でもまだバラが咲いている状況ですが、春にたくさん花を咲かせるためにも剪定や誘引などの作業は例年通り行っていくのがおすすめです。まだ花が咲いている場合は花を切る、葉をむしることで強制的に休眠させることができます。暖冬の影響で芽が動いてしまい新芽が傷む、花数が落ちる、病害虫の被害が増えるということが考えられます。2月中旬くらいまでに誘引剪定の作業、看護エアリを済ませて、3月あたりに芽が本格的に動き出したら消毒をするというスケジュールで行くのが良いのではないかなと思います。春にたくさんのバラの花を楽しみたいですよね。もう本当暖冬にも負けずたくさん咲いてくれることを祈っています。この動画が参考になったらチャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。